はい、エリカと言います。日本の年齢で26歳で、韓国では今年28歳になりました。やっぱり日本はすごい高いし、やっぱり先生の技術とかも経験が浅い分、そんなに韓国ほど高くないし、韓国ほどの信頼を得てないから、みんなわざわざ韓国にまで来て、でいろんな病院探してあると思うんですね。でウォンジンが日本の人に人気な理由は、すごく私もだからウォンジンがいいなって思った理由の一つなんですけど、自然な仕上がりになるっていうこと、その人の状態で綺麗にっていう風な手術をしてくれるから、すごくウォンジンは日本の人にも人気なんじゃないかなって思います。ずっとエラーがここが張っていて、でそれが写真とか撮るときに気になったのと、あと鼻とかも低かったし、あと目も離れていたので、それが気になってなりました。まず写真撮った時に、前はすごくエラーが気になってたから、髪の毛とかでこうやって隠して こんな感じで撮ったりとかしてたんですけど、でも今はこう耳にかけたりとかやってもここがすっきりしてるし、すごいシュッて高くなってるし、あと目とかも笑う時とかにすごいこう開けなくてもパッチリしてるから、すごく写真撮るのも楽しくなりました。で入院してる時一人だし、すごい心細かったんですけど、ずっと看護婦さんの人がつきっきりでそうやって気にかけてくれたので、なんか不安だったのもなくなったし、それがすごく印象に残ってます。せっかくこれから生きるのに長い時間綺麗な姿の方がいいと思うし、だから悩んでるんだったらみんなやってもいいんじゃないかなって思います。